アイドルの11枚目シングル、ブレイクアレッグが12月の8日に発売されます。もうすぐですね、はい、さあそして、うん、そこでブレイクアレッグのヒットを祈願して、はい、メンバー33名が10チームに分かれて生配信中に様々な企画にチャレンジします。今回私たちは7回目のチャレンジは私たち4人組です。イエーイ。ではではまずこの自己紹介を、ではさくらちゃんお願いします。はい、すいません、自己紹介普通の自己紹介を言われました。はい、歌川さくらです。あなたの心にさくら満開、よろしくお願いします。名前ちょっとびっくりしたわ。はい、次マオ。はい、はい、皆さんこんにちは、マオマオこと栗田マオです。マオマオ。はい、ゆめ。はい、ゆめみんこと宮田ゆめです。今日は頑張ります、よろしくお願いします。はい、マナティーこと岡村マナです。マナティーと呼んでください。よろしくお願いします。マナティー。ありがとうございます。はい、はい、ということでですね、はい、では改めて、はい、ラストアイドル11枚目シングルの告知を、クリマをお願いします。書いてる通りね。書いてる通り。はい、じゃあ言いますね。はい。はい、ニューシングル告知、ラストアイドルの11枚目シングル、ブレイクアレッグが12月4日に発売されます。はい、そして共通カップリングは、独り言の存在証明となっています。はい、この4人は全員独り言の存在証明の方に出ています。はい、出てます、出てます。ぜひ MV 見てください。お願いします。はい、その聞きどころなどありますか、さくらさん。聞きどころですか、独り言の存在証明、うん、曲調がかっこいい系で、うん、ダンスもすごくかっこよくて、うん、あの蹴りがある振り付けとかがあって、私はそういう振り付けが好きなので、そういうところにも注目して見てもらえたらなと思います。はい、そしてこのショールームの配信ではそちらの CD の予約販売も行っております、はい、こちらゆめに詳しくお願いします。はい、今回配信中にこのショールームで、CD を予約購入していただくと、各トライブのメンバー絵柄の着せ替えジャケットカッコ3種をランダム配布カッコ閉じを CD のご予約枚数1枚につき1枚プレゼントいたします。たくさんのご予約お待ちしてます。お願いします。待ってます。飛行機が飛ぶんですよね、確か。そうですね、皆さん飛行機いっぱい飛ばしてね。あのコメントも見てますのでよろしくお願いします。はい、そんな中本日私たちがチャレンジする企画はこちらです。ドドン、標準語縛り紙コップタワーチャレンジ。はい、ルールを説明いたします。1時間以内に紙コップで20段のタワーを完成できたらチャレンジ成功です。20段、ただしやばい最初の20分は、うん、関西弁で会話をしてください。逆なんですよ、標準語を喋ったらアウトなんですね。はい、というルールになっております。はいはい、もし標準語以外で、違う関西弁以外で会話をしたら紙コップタワーの、あれ違いますよね、この台本。あれすいません、違いました。何か罰ゲームがあるという感じになっております。さらにですね、そこから他のルールも、はい、追加ルールもあるみたいで、ちょっとまだね、何があるかわからないんですけど、ね、時間ごとにいろんなこうお題が変わっていくので、うん、皆さんそちらの方も注意して、注意してください。そうね、切り替えないとね。そうなんですよ。これチャレンジに成功したらご褒美があるそうです。おー、楽しみ、欲しい、欲しい。だがしかし、チャレンジに失敗したら罰ゲームもあるそうなので、はい、皆さん頑張りましょう。はい、それでは早速いきますか。はい、行きましょう。ゆめちゃん、それを押してもらっても、ここそう、はい、では、はい、ではチャレンジちょっと並べて、ほんまに並べてるよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、63、64、65
何は関西弁で関西弁で意気込み、うん、関西弁ちゃんと守りながら、うん、頑張りますね。いけてる、全員守ってる、全員守ってる、大丈夫、全員あるじゃん、出せよ、いけてる、全員守ってる、はよ並べて、はよ並べて、はやっか、関西弁しかしゃべっちゃいけない時間だね、死にそう。お願いします。何のお題ですか？お話をするにあたって。ああ、じゃあ関何何？はい、関西弁よ。関西弁やで。大阪と国から東京に来てびっくりしたこと、びっくりしたこと。おお。びっくりしたこと。何びっくりしたこと？びっくりしたこと。違うみたいな。なんか歪んでる。歪んでるよ。そっち汚いちょっと。そういうことだよ。エスカレーターの大阪右やけど、そう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 、関東みたいな、そういう左、広島も左やすか、あれやの、なんかそういうのありますか、カールじゃないこと、ああ、ね、それびっくりした、めっちゃカール三味、三味知ってますか、三味知ってますか、知らへんのじゃん、三味めっちゃ好きやねん、三味、三味ないって知らんかった、そう、三味ってまず何、え、パンパン、何それ、カシマシマやつ、知らへん、なんかデニッシュパンになんかチョコソースかかってる、あ、そう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 、うん、分かるような、分からんような、分かっちゃう、手が震える、手が震える、やばい、ほんまに、待って、ま、あこれもう上行ったらほんまにできる、いけるいける、やばい、手が震える、おかしくない、歪んでるくない、そっちの方が歪んでるよ、あ、これ、手が震える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 、負けじ、きれいきれいきれい、なんかおかしいって、だってこれ全然まっすぐ立ってるやん、ちょっとクリタさん、え、なに、もうそのやってんの、どこから歪んでるで、でもほんまや、どこがあんちゃう、でもこの辺ちゃう、なんかずれてる、まあいや、倒れた倒れたでさ、確かに、スピード全然あかんやん、それ意外とでもさ、スピード速いんちゃう、これ思う、まあ今何段目、1、2、3、4、5、5段目、今6段目に入ってます、なんか普段結構みんな標準語よりじゃないですか、喋ってて、はい、特に今ここさ、そうやで、うんうん、もうそうや、でもこうやって関西人と喋ってたら関西弁な、そうやね、マナティがおったら関西弁、意味わかんない、マナティは標準語喋ってるところ一切見たことない、え、いや、あるんだって、そんなことない、そんなことない、そんなことないやんな、ほら、たまに標準語になってる、でもさ、なんかあの舞台を先日させてもらった時に、あのラストアイドルで玉読みの舞台をさせてもらった時に、うんうん、マネージャーさんに、第一言目に言われたのが、岡村標準語喋れんのかって言われました、そう言われるよ、それはすごい言われたけど、うん、大丈夫なんですよ、できんねん、それが、そうなんですよ、あ、まあでも確かに違和感なかった、でもたまやめの時危なでもたまやめの時さ、うん、めっちゃイントネーション教えられてた、イントネーション教えられてた、めっちゃ教えられてた、イントネーション違う、本当に違うみたいな、何教えられとったっけ、まだ何やったっけな、うん、何やったっけ、何やったっけ、セリフの何やったっけ、何やったっけな、そう、うわ、何やったっけ覚えときや、そうやね、何やったっけ、意外とさ、いけるんじゃん、うん、いけちゃうで、これで今何分経った、え、でも4分ぐらいしか、え、まだ5分ぐらい、いけるやん、もうゆっくり行こうや、え、行こう、ゆっくり行こう、ゆっくり行こう、言うの一回お話し、途中でさ、そうやね、途中で倒しそうやけど、確かに、じゃあこの段できたら、ちょっとなんかさ、そんなことやっていいんかって、自由に行こう、自由に行こうって、自分で勝手にやっちゃう、大丈夫、まあええやろ、ほんまにできるよ、できんかったらもう私の責任で、やばい、こっちさ、これこっちやばない、え、ちょっと待って、ちょっと待って、やばい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 、やばない、めっちゃこっち歪んでない、ちょっと待って、こうしたい、やっぱクリタさんあかんわ、え、待って多分これさっきの一緒に作っちゃう、クリタさんもあかんか、これでこれ辺やろ、これ辺、え、そこなんか直して、怖い怖い怖い、え、待って、そんなにいっぱいある、あれみたいやな、これジェンガ、あ、え、めっちゃ綺麗じゃないですか、めっちゃすごい綺麗、すごい、これ何ですかこれ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、おお、あれもう半分いく、半分いくね、早いね、早いですね、早いね、じゃあおしゃべりタイム、ちょっとコメントとか読みますか、そうですね、コメント読みましょう、コメント読み読みタイムします、皆さんコメント待ってます、はい、ぜひお願いします、はい、どうぞ、心の前でどんどんしすぎたら絶対倒れるね、絶対倒れるね、確かに、いや、韓国
じです。これが時間によって変わっていくんですけど、うん、頑張って耐えてる。すごい怖い。
うん、そのなんか2種類からが辛い。お、何食べさせてるんですか、女子の皆さん。何ソースですか。やめてください、本当に。怖いな、それな、みたいな。これがさ、なんかもう歪んじゃってさ、どう直す？だからトントンでしようよ。じゃあ、ここ、ここ、ここ、トントンとかのレベルじゃない。お前らに倒したら知らない。いやいやいや、いやねんけど。いやだ。ずっと残ってるって感じ、こっちの中に。でも、ほんまに触りたくない。デスソースが入ってるから。デスソースですか。食べたことないな。食べてみてじゃん。いやいや、いや絶対嫌や。絶対嫌や。でも辛いできる人。無理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 。あ、無理だね。うん、一からがいい人。うん、甘口。口からさ、まあ、アンパンマンカレー大好きや。アンパンマンカレー美味しいよな。美味しい美味しい。え、待って、これがさ、なんかそっちから出てるけどさ、ちょっと触りたくないね。ジンガッチやってきて。誰か辛いできる人。辛いの大丈夫です、どうぞぜひ。これ、いってこれ無理です。2個目もきっといけるよ。
はいはい、頑張ろう。せーの、でこ。いける、頑張る。立てといて。せーのーでって言いたいところやねんけど、ほんまにやばい。ちょっとほんまにやばい、大丈夫？頑張れ。やばい、ほんまに食べられへん。せーの、せーの、3、2、1、えい、おい。なんだ、ほんまにやばい。息吸って、息吸って。せーの。大丈夫だよ、全然大丈夫だよ。関西弁じゃなかったよね。
いや私結構かいつも通り、いつも通りね。さくらちゃん食べるんでしょ。魔王のよ。
りますよ。いいんですか？ダメだよ、みなさん、それはバッチリするよ。ちなみにやばもう本当にやばい、やばいやばいよ。辛い
ね。なんかお腹が、うん、もう変、変な感じがする。え、違うよ。え、な、な、な、今何も言ってないよ。感じがするって言ったの。お腹言ったよね。お腹あすいません、今マナティも言いました。頑張れ。おー、怖い怖い怖い。
お待ちします。ありがとうございます。からこうしゃべる口がさ、しゃべる口が辛いです。大丈夫、大丈夫だよ、うん、I'm not afraid to die.
あ、神の器にする。じゃあ神の器にする。神の器にしよう。もう表情がもう何も怖くない。神の器ね。なんか神々しい。ありがとうございます。でみんな頑張ってってコメントも言ってくれてる。いや結構頑張って。皆様からのお言葉ね。皆様からのお言葉ね。皆様、皆さん本当お言葉をありがとう。キーワード入れないでください。ここにコメント。
お題考えてくれとったよな。あ、そう、え、何やったっけ。あ、そう、たこ焼きの代わりだね。何入れますかっていうやつ。え、思い浮かんだけど覚えて。あの番組を、昔の番組を見てください。あ、そうね、覚えてるわ。はい、私あの一回紹介させていただいたね。そう、なんか茶色い、茶色い板、茶色い板、茶色い板、割って甘いやつな。分かったかな、みんな。みんな大好き、茶色い板。甘いよね、茶色い板。あれだよね、あれ2月ぐらいにね、よく流行るやつ ね。そうだよね。そうそう、それとか入れたらいいんじゃないかな。そうだね。で、私はね、あの、何だっけ、さっき初めて思ったんやけど、うん、さっきのってあのうわーす、何何、うん、たこ焼きにかかってたやつ、さっき。ああ、たこ焼きにかかってたやつね、辛いやつ、ね、タレね、激辛、激辛のタレ、タレやろ、タレ、うん、そう、激辛のタレ、うん、そう、ある、あったじゃないですか、うん、あの前ね、ショールームのね、うん、個人配信の時に、あっあーI'm sorry.
無理な気がしてきたよ。それもね、昨日みんなに聞いてもらったからね、お楽しみに。順調な時点ね。順調な時点ね。それは普通にめっちゃ考えた。え、大丈夫か。順調な時点だよね。あ、10なんでクリアしました。ありがとうございます。何やろな、楽しみ。なんでしょうね。ちょっと、ね、激辛の。実際こちらから。お、お、え、何これ。
はい、キャラメル、キャラメル、チーズと、あとティラミスが後で届きます。はい、ありがとうございます。何がいいですか？なんだろう、ね、全部美味しそうやな。オレオっぽい、このチーズみたいな、しかも見た感じがおしゃれ。嬉しい、甘いです。ほんまや、もう安くなすわ。お腹に来て、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。わー、やったやった、最高。
3とか、それおかしくない？ 1,2,3,4,5 普通に 1,2,3,4 って言うの。 1,2,3,4,5 やな。うん、え、関西弁ですか皆さん。まだ12日の23時59分まで、はい。
投票受け付けてますので、うん、CD についてる CR コードで投票できますので、はい、お願いします。皆さんぜひよろしくお願いします。イエイ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 。さあというわけでどうでした、はい、ゆめみん今日は。うんうん、まだモクモクしてるみたいな。あ、食べてたんだ。桜なんか行こうかな。おいしい。はい、今日をこのラスアイチャレンジやらせていただいて、うん、まあ思ったよりもできなかった、ね、確かにね、思ったよりもできなかったし、でもまあ楽しさは一番というか伝わったんじゃないかなと思います、うん、もうめちゃめちゃ楽しかったです。はい、マモさんは。はい、そうですね、本当にあの最初4人で企画考えてた時にね、これ倒れへんのちゃんとかな、うん、めっちゃ言ってたけど、うん、めっちゃ倒れたし、余裕やっぱりね、しかもマナティ以外結構標準語で普段喋ってるんですけど、うんうん、もう関西弁バリバリ出てたから、ね、言ってた。マナティ以外出へんのちゃんって感じたんだけど、バリバリやった、ほんまに。さすが関西人って感じでしたね。いや、とても楽しかったです。はい、はい、そうですね、あのこんなにこの企画が体力使うものだと。いや、確かに。そうなので、ね、あのこのご褒美がめちゃくちゃ美味しいです、うん、はい、もう本当にね、もうみんなの一致団結できてたのかな、うん、いっぱい倒してたけど、ね、楽しくできたと思うので、ね、またみんなでやれたら嬉しいねって感じで思ってます。はい、ありがとうございます。機会があればしたいですね。こうやってなさ、関西のメンバーだけでやらせてもらうことってなかなかないですし、タコパンもしたかったよな。そう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 、焼きパーティーとかもできたらいいなと思ってます。そうですね、タコパしたいって言ったら激辛のたこ焼きが出てきます。そうですね、ロシアンルーレットとかでもなんかもう激辛が出てきちゃいましたけど、頑張れ。はい、ということで皆さん見てくださってありがとうございました。私たちの7回目チャレンジは大成功でした。イエーイ。はい、まだまだあのコンサートなどもねありますし、あの、はい、8日に発売もあるので、そちらの方も皆さんよろしくお願いします。はい、ということで、この後20時からは下間かりんちゃん、高橋みみちゃん、水野まなちゃんの激闘ミニゲームをチャレンジ配信です。楽しそう、楽しそう。はい、ということで皆さんそちらもぜひ見てください。そしてブレイクアルック、独り言の存在証明たくさん聞いてください。以上、私たち大阪大阪メンバーですか。4人娘、大阪4人娘。以上、私たち大阪4人娘